さ、SNS でさ、ママさんの話をしてたんだけど、ママさんって何ですかって聞いてきた人いるの？え、知らない人いるの今？いや、マジで？おばちゃんとかが履く昔のサンダル。ちょっと、ヒールが高くなってる。ヤンキーみんなそれ履いてたのよ。え、今の若い子知らないの？ママさん。便所サンダルは知ってるでしょ、あの茶色の。でもママさん知らない人にはちょっとね、カルチャーショック来ちゃった。カーマカ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 マママミー。あ、それカルチャークラブか。ねえ、おばちゃん。あら、ラビちゃん、どうしたの？今、韓国のチキン屋が、廃業ラッシュらしいよ。え？あれだけ寝ても覚めてもチキンチキン言ってたのに。え、今廃業ラッシュなの？嘘？じゃあ見てみましょう。真実の鏡や。画像。韓国、ついにチキン屋など、廃業店舗が続出崩壊。シャッター通りだらけの韓国ソウルをご覧ください。コロナ19の影響で飲食店などが廃業が相次ぎ、4月から6月の3ヶ月間の間、ソウル市内の商店だけでも21,178店、全国では10店舗もう閉店したと見られる。画像は8月から9月の商店街。あらら、軒並みペロリンチョじゃない。韓国ってロックダウンしてないし、感染者も抑え込んでるって言ってるじゃん。表面上隠してもダメよ。一般の人がみんなこれだけの被害を受けちゃうの。じゃあこのグラフ嘘じゃん。ちょびっと増えてるぐらいで。ねえ、こんな閉店ラッシュするはずないじゃん。いやー、隠せってもう数字の上でね。もう経済は死んじゃうよ。昨日なんて121人だけよ。マジで？これほんとね、ムンジェ何とかした方がいいと思うよ。だって新型コロナでさ、打撃受けてるじゃん、めちゃくちゃ。それで集中豪雨でも3000来ちゃってるでしょ。で、あと2日後我への追加制裁よ。あららら。でさ、アメリカのさ、唯一詰まったさ、半導体とかさ、ディスプレイどうすんの？多分許可出ないよ。で、サムスン電子と SK ハイニクス、あと LG、閉店ガラガラよ。ガラガラガラ。それって3月にさ、外貨準備やっとできたじゃん。で、今ないじゃん。うまい、はめ込みだわ、これ。もしかして、次もすんなりスワップできると思ってんのかしら。いや、怖いのよ。広域指定アメリカはガチで怖いのよ。今ね、アメリカではね、共和党というね、6代目アメリカン組と、あとね、民主党の神戸アメリカン組がね、揉めに揉めてるけど、それでもこれだけのことやれちゃうの。コンクリート履く前に、よーく考えた方がいいと思うよ。
番もう高速でさ、ずっとさ、ゾンビと戦いまくってるじゃん。おばん、なかなかやるんだけど、もしかしておばんって昔悪かったの？これでもね、おばんはね、江東区では眠れる獅子と言われた女よ。起きないけどね。起きないってダメじゃん。でもおばんはじゃあ怖いものはないの？当たり前じゃない。これでも眠れる獅子よ。眠ってるからね、見えてないもん。いやでも大概もうこの年になったら怖いものないわよ。それじゃあ今ツイッターで話題になってるプロテインバー、おばんに見てもらおうかな。え、プロテインバー何それ？じゃあ一緒に見てみましょう。スニッカーズみたいで美味しそうじゃない。マイプロテインのサイトで買ったプロテインバーが大量の虫、白いダニのような。やばいでしょこれ。マジで？いやもうこれ獅子座流星群のように流れてるじゃない。ごめんなさいラビンちゃん、おばんにも怖いものいっぱいあった。すみません、ありがとうございます。車ですか？あの、オートバイで仕事でいつもここ通りかかってて、なかなかあのずっと博物館だと思ってて、休みの時に寄ってみようかなと。すみません。じゃあこんな簡単のでいい？あ、はい。ビビッとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シーククラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、
数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。